キスムは、ケニア西部にある都市でニャンザ州の州都及び、キスム県の県庁所在地。人口は、約41万人で、ケニア3位であり、ケニア西部の中心都市である。ビクトリア湖北東部のカビロンド湾の湾王部、標高1170メートルにある、港湾都市である。大ビクトリア湖盆地の中では、カンパラに次いで重要な都市である。ルオ族の居住が多い。 ナイロビを経由し、モンバサと結ぶウガンダ鉄道が1901年に開通した。それに伴い開港され、ポートフローレンスと名付けられた。1980年代及び1990年代は貿易が停滞したが、石油のウガンダ輸出に伴い盛り返した。石油を産出しないケニアは、モンバサで輸入原油を生成し、パイプラインでナイロビ島へ輸送する。キスムから ウガンダへはトラック輸送である。キスムは交易する場という意味である。また、両語の上キスマ、援助物資に依存する人々が由来であるという説もある。友好都市にイギリスのチェルトナム、姉妹都市にアメリカのロアノークとボルダがある。キスム国際空港が設置されている。ありがとうございます。